岩瀬さん、四駆、ランクルとか四駆に合うやつありますか？はい、わかりました。じゃあ紹介しましょう。はい、まず2つありまして、はい、まず1つ目、はい、マットクロス。マットクロス、この四駆の、まあこのレンコみたいなホイールで、まあ人気のデザインですよね、はい、で、これ実は新品なんですけど、はい、4本でホイールだけで44,000円。44,000円、はい、タイヤはアウトレットなんですけど、はい、アイスガード横浜ですね、はい、横浜ですね、2号車57、はい、アウトレット品室内でちゃんと保管してました。はい、でこれが1本、まあ、2万200円ですから88,000円。2019年製造ですね。そうですね、はい、で、まあ、コーチンが入って、あとまあナットを変えなきゃいけないと思うんですけど、ナットはちょっとサービスします。はい、で合わせてだいたいこれでですね、133,600円。133,600円ですね、はい、はい、かなりお得だと思います。はい、早いもん勝ちですね。早いもん勝ちです。だいたいなくなっちゃうんですよ、シーズンが入ると。なるほど。で高くなっちゃいますんで、早めに、はい、もう一つワークのクラック、はい、まあ、これちょっとホイールかなりいいやつなんですけど、ホイールがですね10万円ぴったり新品で、はい、ただちょっと展示品なので少しだけ傷があります。はい、でタイヤがグッドイヤーのアイスナビ SUV、 はい、これが、1本22,700円で合わせると98,000円かな。こっちは2021年製造ですね。そうなんです。はい、でまあコーチに入れて199,600円。はい、まあナットはこれもサービスしますんで今だけですね。今だけです。はい。四駆系はちょっと早めになくなってしまいますので、はい、詳しくはアップライジングで検索。はい。今度はホイールだけでありますか？はい。ホイールだけで1セットですね。なかなかいいのがあります。はい。じゃあ紹介します。はい。まあ、こちらのこのでかいホイールですね。はい。18インチ9J。はい。オフセット18です。あー、なるほど。まあ、プラド。はい。あと FJ クルーザーなんかに入りますね。なるほど。こちら中古ですか？これね、状態いいんですけど、中古なんですよ。なるほど。まあ、よく見るとちょっとね、やっぱり擦った傷とかありますけれども、まあ、非常に人気のあるもので、状態そこそこいいものですんで、はい、金額が今、88,000円。